のね、はい、最近僕ラジコンやってるんですよ、はい、ドリラジやってるんですよ、はい、これでね、あの本当に僕初心者なんですけど、はい、すごい温かいコメントをいただいてるんですね、はい、でもちろんこれ全部読ませていただいてるんですけど、はい、なかなか返信できないじゃないですか、はい、これでちょっとねこの場を借りて、はい、一部なんですけど紹介したいと思うんですよ、はい、でね結構たくさん本当にたくさんコメントいただいて、全部紹介しちゃうとディスコメ半分混じってますね。そうなんですよ。いやディスコメないですないですないですか、はい、ちゃんと消してますから、はい、これでね本当に一部なんですけど紹介させていただきます、はい、これでね川端慎二さんからいただいて、はい、ちょっともう抜粋しますね、はい、最近思ったことがあって、名前を忘れましたが YouTube をされているヨコモの人にそっくりっていただいたんですよ。はいはいはい、はい、それでね、はい、あ、ほんと僕にそっくりなヨコモの YouTuber おるんかなと思って、はい、調べてみたんですけど、はい、出てこないんですね、はい、知ってます、僕に似た人。あ、わかりました。はい、いるんですか。いますね、あのね、はい、今携帯で調べていいですか。はい、ほんまにおるんですか。あ、多分ね、イメージはわかりましたよ。あ、ちょっと調べますね。僕ちょっと違うオチやと思ってたんですけど、はい、はい、ちょっと調べるんで待ってください。わかりました。これね、バッテリー問題解決しましたいう米安にね、はい、バッテリー安く譲ってもらったじゃないですか、はい、あの動画にいただいたんですけど、ああ、ありますか。僕に似てるんですか。多分ね、なんかウリ二つではないけどそっくりって書いてますよ。あ、マジですか。あ、ほら、この人この人。ああ、そういうこと。ヒゲが似てるでしょ。あ、なるほどなるほど。これもう昔、もうちょっと昔っていうかちょっと前ね、結構ボーボーになってましたから。あ、メガネかけてるし。ほら、目パチってするとことか似てるでしょ。あ、似てる似てる、はい、似てます。はい、そうやったんですね、はいはい、いや僕もっと違うオチやと思って用意したんですけど、はい、僕これは、はい、僕のチャンネルやけど米安も出てたじゃないですか、はい、で米安を見て、はい、米安のことを米安やと思わずに、はい、そっくりやって思ってると思ったんですよ、はい、で結構昔二人でずっとやってた頃に比べて、はい、米安の方も登録者増えてるから、はい、一緒にこうやってお互い YouTube やってるっていうのを知らん人も増えたんかなと思って。あ、まあ、出てましたよって、ね、そうっすよね。でそうやったら似すぎでしょ。いや、だからそっくり言うからね。あ、だから米安のことなんかなと思ったんですけど、はい、違いましたね、はい、いましたね。見たでしょ。びっくりしましたね、はい、ちょっとじゃあ、はい、ね、あの気になる方は検索してもって、これタミヤ持ってコラボしに行きますか。行きましょうか。がっつりヨコモの人ですからね、はい、ヨコモの YouTuber っていうよりももうヨコモの人ですからね、はい、あ、そうなんですね、はい、YouTube をされてるヨコモの人ですから、ヨコモの公式でやってる。あ、そうなんですね。ヨコモの YouTuber っていうよりもヨコモの人なんでね、タミヤを持っていくと。タミヤを持っていく。やりますか。やりましょうか、はい、もうちょっと僕見せて見せていきましょうか。はいはい、加藤で伊藤すばるさんも呼んで、はい、はい、3人で3人でどれが本物でしょうって、ね、でしょう言って、はい、伊藤さんも TT 持ってるから。あ、そうなんですね。タミヤの、はい、2人で嵐に行きましょう。川端慎二さんありがとうございました、はい、じゃあ次いきますね。僕ヨコモできない、モーター燃やしたとか言うから。ああ、そうなんですね、はい、できんなんで。できんなんで、ね、はい、はい、できんじゃないよってコメントいただけたらすぐ行くんで。あ、分かりました、はい、しかも無理やり行ったらどうですか。いや、お前はできんやでってなるかもしれない、はい、YD2 買ったこと自体もう内緒にしといてくれへんっていつ言われるかな思って。そうですか、はい、じゃあちょっと米安もちょっと髪型変えて、はい、伊達メガネでいいんでメガネかけていったら、はい、そうっす、似てんこと何言っちゃいます。僕でもね、はい、これ前話脱線していいですか。はい、いいですよ。はい、おさむさんとおってね、はい、で僕帽子かぶって、まあ、これ別に帽子っていうのはもう頭あのすのめんどくさいから帽子かぶって、で今の時代がマスクするでしょ、はい、で僕ラジコンするとき目悪いからメガネするんですよ。ああ、はい、してますね。ほんでやっとったら皆さんですよねって言われたんですよね。はい、で僕おさむさんに僕大方顔隠れてますよねって言ったんですよ。はい、マスクしてメガネして帽子、つばの大きい帽子してるんですよ、はい、おさむさんに、はい、僕顔隠れてますよねって言って、はい、どこを見て僕やって分かったんですかねって、はい、どこに特徴ありますって、なんで分かったんですかね。ラジコンちゃいます。ラジコンです、ね、ラジコンの本体ちゃいま す, す、ね、だって僕もトラック見て声かけられること多いですから。僕一回そのトラックの時にボルボ乗ってた時に、ね、はい、聞きに行ったことあるんですよ。
これ受付どうやってやるんですか、ね、運転手さん、他の別のよその運転手さんにね、はい、どうやって受付するんですかねって聞いたら、まあそういう時って別に顔見ないじゃないですか運転手さん、はい、で、あ、これなみたいな感じで言うとってくれて、はい、声で分かったらしいですよ、うんってなんか特徴ある声おるわ思ったらってなんか聞いたことある聞いたことある声や言って声とか声とか車ちゃいます。そうです、僕だってほぼ隠れてるのあれで、僕どこに特徴あったやろって悩んだんです。そういうことでしょう。なるほど、だいぶ脱線してしまいましたね、はい、じゃあ次いきます。ジョン・アドレスさんからいただきました。ね、ラジコンを入れてたケースどこで買えますか、よかったら教えてくださいといただいたんですけど、はい、ラジコンマックね、一応ホームセンターコーナーを主に、まあ、それと同じような商品を仕入れてるホームセンター的なですね。関西の方やったらもうコーナーに行けば間違いなく、僕はコーナーで買いましたし、はい、元祖のチャオさんも多分コーナーやと言ってましたね、コーナーでね、はい、でその大阪へコーナーがないエリアの方は、はい、多分別にコーナーオリジナルじゃないと思うんで、そうやと思います、ね、はい、コーナーとは書いてなかったんで、仕入れてるとこがあればホームセンターで、これなんでいいね3つもついてるんですか。いいじゃない、教えてほしい人が3人おるってことですね。僕1個は僕ですからね。あ、ほな2人おるんですね。そうです、教えてほしい人、はい、なるほど。だからラジコンケースではないんですよね、言うたら工具箱です。だから工具のコーナーに行ったらあると思いますんで、はい、ぜひ探してみてください。じゃあちゃんといきますね、はい、高 H さんからいただきました。真面目にいきます、はい、一般的なドリフトを始める時のように定常沿旋回ですかからアクセルワークのコントロールと旋回を保つ練習から始めるとステップアップしていけると思いますと、徐々に8の字低中速コーナー高速コーナーを進んでいけると思いますといただきました。まあ鬼ごっことか、うん、あんなんせんと、ちゃんと真面目にせよということですよね。ですね、ありがとうございます。次いきますね、ミラクル953183さんからいただいたんですけど、等速はケツが出にくいから打ち切りからのゼロカウンターがいっぱいいっぱいでしたと。で AWD っていうのは4区ってことです。なるほど、4区はケツかきの方がカウンター当たりますよ、ただケツかきはまっすぐ走るのが難しくなりますけど頑張ってくださいといただいたんですけど、うん、ケツかきっていうのは、うん、あれですか、前と後ろのギア比っていうかこの回転の回数が違うんですよね、はい、ちょっと僕調べたんですけど、で後ろの方が陽気めに回るっていうことでしたっけ、はいはい、で前があんまり回らない、はい、だから肉に近い感じやと、はい、でそれができるという情報をいただいて、もう一個ラジコンチャンネルラジ撮り写真風景写真家さんからいただいたんですけど、ちょっと抜粋します。今ボッツさんが練習している TT01 はケツかきや等速もできるんで TT01 放置しちゃうともったいないんで、これでね、あと TT01 にジャイロつけるとめっちゃ楽に走りますよと、ぜひジャイロとケツかき検索してみてはいかがでしょうかといただいたんですよ。ほいでこれはこの4駆をケツかきに改造できるということですか、はい、それはなんか簡単みたいですけどね、ギア比を変えるみたいな。おー、これであとジャイロも乗せれるんですね。これ僕も乗せたことあるんですけど、ベアン の, チャオさんにちょっと借りてボッとはめてみたんですよ。このいわゆるケツかき仕様とかにせんと、はい、この四駆の状態のままだとあんまり意味なかったですね。あ、なるほどなるほど、ジャイロいらんぐらいの走りするでしょ。だからケツかきとかにしちゃうとジャイロ入れないと多分扱いにくいんでしょうね。ほなケツかきをするにはまたなんかパーツというか多分、ね、入れるはずなんですよ。ですか、なんか、はい、僕もどうするんか知らないです。この辺ギアボックスのギアを変えようちゃいます。なるほどね、これもしね知ってる方いたら教えてほしいな、はい、まあスーパーラジコ行ったら教えてくれるんですけどね。あ、そっか、はい、でもねどんどんね、はい、こう、そうです、教えてほしいですよね。教えてもらって、はい、上達するというか、そうです ね、はい、みんなでこう応援してもらえたらええなっていうような感じでやってるんで、はい、もしね、はい、知ってる方いれば。ただ僕が今それを言った理由は鮮度落ちるからなんですよ。今受付するでしょ、はい、でもそっからボツは動き出すでしょ。そうなんですよ。もうね冬になってるかもしれない。そうなんですね、確かに、はい、だってこの紹介もねだいぶ前の動画のやつを、はい、で今紹介してもそれで編集してたら、はいはい、また先になりますからね。そうなんですよ、はい、まあ、これがボツだとね、まあ、いいとこやなと思って見ていただければ、はい、ええなと、はい、
思います、はい、じゃあもう一個いきますね、はい、あミラクル953183もう一回なんですけど、あのね等速の TT01 なら僕はデフにティッシュを詰めてデフロックしてました。ロックした方がケツが出やすくなり僕は操作しやすかったですといただいたんですけど、これどういうことなんですか。これもしてはあると思います。おさむさんのここにティッシュ詰めて、はい、はい、これティッシュ詰まってるんですか。詰まってるんですよ。え、マジですか。それ多分僕ライブでやったのかな。これ本間だったらこうしたらこっちは逆に回るんですよ。ティッシュ詰めてなかったら。でもこれ同じ方に僕回るでしょ。はい、あの見えてないですね。もう一回お願いします。同じ方に回るでしょ、はい、ティッシュ詰めるとそう。え、これがですね、はい、あ、これが反対に回るんですか。本間だったら多分逆に回るはずなんですよ。はい、でもティッシュでここ同じように回るように。あ、そうなんですね、はい、その情報を僕初めて聞きましたよ、はい、これもやってある。あ、これはやってあるんですね、はい、わかりました、はい、じゃあということでね、あのいろんなコメント本当にありがとうございました、はい、ね、あのこうやってね、何遊んでるんですか。早くやりたいかみたいな、はい、あ、そうですね。ということでね、本当にたくさんのコメントありがとうございました、はい、またね、あのいろいろわからへんこともあるし、あの教えてもらえたら嬉しいなと思いますし、でね、あの温かい目で見守っていただければと思います、はい、ということでありがとうございました。